はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード新ポイントサービス、V ポイントへリニューアル、三井住友銀行とのポイントも合算可能に、ついでにデザイン変更もということで、今月からですね、三井住友カードのポイント制度が新しくなったので、その解説と、あとはですね、僕の三井住友カードのデザイン変更もついでに申請したので、まあ、そのやり方含めてサクッと解説をしていこうと思います。それで行ってみましょう。 それでは早速、こちらからですね、三井住友カードのポイントサービスが V ポイントでリニューアル、もっと便利に、さらにお得に、2020年6月の1日月曜日からスタートということで、もうすでにですね、もう始まってるサービスとなっております。今回ですね、まあ、変更された点というのが大きく2つほどあります。まずその1つ目なんですけども、このポイントレートの変更ということで、これまでは、まあ三井住友カードのポイントとして、ワールドプレゼントというものだったんですけども、それが V ポイントというものに変わります。これまで1000円ごと、 税込み千円ごとに一ポイント、五円相当のものをポイントだったんですけども、それが今後、v ポイントとして、円ごと税込み二百円ごとに一ポイント、一円相当となるということですね。一応ですね、ここにも例が記載されてるんですけども、ご利用金額の合計が一万五千八百円。税込みの場合、もともとのワールドプレゼントポイントの場合は、これで十五ポイントで、七十五円相当だったものが、v ポイントとなることによって、七十九ポイントもらえて、それが七十九円相当となると。 いうことですねまあ、なのでまあ、ここにも少し変えてるんですけども1000円ごとから200円ごとに切り替わるようになってまあ、比較的ポイントが貯まりやすくなってるのかなと思いますちなみに還元率に関してはこれまで通りのまあ、0.5%還元なんですけども先ほどお伝えしたように200円ごとに貯まるのでまあ、ちょっと細かい金額でも貯まりやすくはなってるという感じですかね続きまして次特徴2つ目として V ポイントとして合算ができるということですねでこれどういうことかというと三井住友クレジト カードの方ですねこれの元々のポイントとそして三井住友銀行で貯まってたポイントこれが合算することができてこれでトータルで V ポイントとして使うことができるということですねまあ、僕自身ですねまあ、一応三井住友銀行持ってて三井住友カード持っててまあ、それぞれですねポイントもちょっとだけあったので後ほど合算するやり方をお伝えしますで、他にもですねこの V ポイントに関しましては交換先もそれぞれ追加されてですねまあ、便利になってるということですねまあ、左から見ていただくと ID バリュー銀行手数料に 充当するであったりとか他社ポイントやマイレージに交換ができたりとかあとは景品ですとかオンラインギフトカードに交換ができたりと使える場所もかなり広がってきつつはあるということになりますで一応ですね公式ページには比較表もありましたのでサクッとお伝えしますまあ先ほどお伝えしたようにリニューアル前に関しましてはワールドプレゼントというポイントの名称だったのが今回から V ポイントということになりますねで1ポイント獲得するために必要なカードご利用金額税込みということで1000円だったのが200円ごとになったということですあとここも 変わってますね交換いただけるこういう景品などの金額1ポイントあたりということで5円相当だったものが今回は1円相当からとそして有効期限の場合はプラチナの場合はポイント獲得月から4年間ゴールドの場合は3年間それ以外のカードに関しては2年間ということになっておりますそしてまあ先ほどお伝えしたこの V ポイントとして合算できるということでまあ、僕がですね実際に三井住友カードと三井住友銀行のですねポイントをですね 早速 V ポイントに変更してみました。まあ、合算ですね。まずそのやり方なんですけども、公式ページからでも全然いいんですが、もしですね、三井住友銀行のアプリ入れられてる方は、まあ、この方法でもいいかなと思いまして、まあ、早速三井住友銀行のアプリを開いていただいて、右上のですね、P のマークをタップします。これほとんど僕タップしてなかったので、 まあ、ポイントがどれくらいあるかこれまで全然把握してなかったんですけども、それがこちらですね、じゃんということで、ご覧の通りですね、銀行が125ポイント、で、三井住友ビザカード、クレジットカードの方は150ポイントあるということになっております。まあ、本当にね、もうわずかながらのポイントですけども、まあ、せっかくなので合算したいと思います。で、合算のやり方は、ここのおまとめ手続きをするというところですね、タップしていただいて、そしたらですね、各種規定のご確認ということで、まあ、ちょっとした利用気ものが出てくるので、右下の同意するをタップします。 そしてこれでポイントの合算が完了しまして275ポイントこれで一緒になったということですね。 ま、結構やり方としたらめちゃくちゃ簡単かなと思いますので、もし合算される方はですね、こういった方法でやってみるのもいいんじゃないかなと思います。以上が V ポイントのざっとした解説でございました。それでは次ですね。じゃんということでこちらですね、三井住友ビザカード、クレジットカードですね。まあ、これはですね、僕はあの以前動画にもさせていただいたんですけども、20%還元の時にですね、三井住友カードを作成しまして、まあ、そのまま所持をしてるんですけども、 ま、この度ですね、まあ、特にきっかけも何もないんですけども、県面デザインの変更ですね、ちょっと気分的にやってみようかなと思いまして、特にですね、これといった理由はないんですけど、なんとなくちょっと変えてみようかなと思いました。なので、ね、その変更方法ですね、デザインの変更方法も簡単にお伝えします。まずですね、三井住友カードのデザイン変更みたいな感じで、Google とかで検索をしていただくと、この公式ページが出てきますので、まず早速これを開いていただきまして、そして、この画面の下の方にですね、カードデザイン変更のお申し込みはこちらというところがあるの。 でここをタップしますそしたらですねカードデザイン変更についての紹介のページが出てくるので対象のカードとか呼んでいただいてご自身のカードがデザイン変更の対象カードとなっているかをまあ、しっかりと確認をしてくださいで、そこから画面を下に下がっていただくとここの2番のところですねデザイン変更手数料ということで当ページからのデザイン変更は2020年7月末まで無料です 通常のカードデザイン変更手数料として、プラチナゴールド、プライムゴールドに関しては無料なんですけども、その他のカードに関しましては税込み1100円かかるということになっております。なので、僕のもともと今使ってたその三井住友カードですね、このパルテノン神殿が描かれたデザインに関しましては、もしかするとこの7月末以降に関してはこの1100円かかる場合があるということですね。まだ僕的には期間的に全然余裕はあったんですけども、まあ、せっかくの、あの今は無料でできるということ なのでまあ、このタイミングでちょっとと変えようかなと思いますそして、画面を下に下がっていただくと、ここのカードデザイン変更というのがあるので、そこをタップしてください。そしたらですね、V パスでログインをする画面が出てくるので、そこでログインをしていただくと、カードデザイン変更を選ぶところが出てきます。で、僕は三井住友カードから発行されているカードとして、まあ、よく動画でも紹介している Visa LinePay クレジットカードと、あとは今お伝えしている三井住友カード、この2種類があるので、僕はこの三井住友 Visa カードを選択 をしております で、画面を下に下がっていただくと、ここで自分自身が持ってるカードの有効期限とセキュリティコードを入力するところが出るので、ここで入力をしてください。で、次に画面を進んでいただくと、ご希望されるデザインを1種類のみお選びくださいということで、今回ですね、選べるのが2つ出てきております。シルバーデザインとグリーンデザインということで、まちょっとシルバーデザインも結構かっこいいなと思ったんですけども、今現在三井住友カードから発行されているビザプリペがですね、かなりシルバーデザインと類似するデザインなので、まちょっと と、それと被るのも嫌だなと思って、まあ、とりあえず、この下のグリーンデザインを僕は今回は選択をしました。そしてですね、これを選択した後にもろもろどんどん画面を進んでっていただくと、これでカードデザイン変更お申し込みの完了ということで、これで手続きが完了ということになりました。で、このデザインが変更されて届くのが、だいたい1週間から10日程度ということですので、まあ、ちょっと届くのをですね、楽しみに待ちたいなと思っております。まあ、ちょっとですね、届いた時の手続きを動画にするかどうかっていうのは、ちょっとまだ全然 考えてはないんですけども一応届いたら届いたで何かしら動画かツイッターなりで報告はしたいなと思っております。 まあそんなこんなで今回は三井住友カードのポイントサービス V ポイントと、そしてクレジットカードですね。こちらの三井住友ビザカード。こちらのデザイン変更の方法について二つお伝えをさせていただきました。まあここ最近は本当にね、もうよく動画でもお伝えはしてるんですけども、ビザラインペクレジットカードのですね、利用頻度がすごい高いので、三井住友カードの利用頻度自体はそんなに多くはないんですけども、意外とまだ僕自身も紹介しきれてないサービスとかもいろいろあったりするので、 まあ、それぞれですね、ちょっと今後の使い方などをお伝えできればまた動画にしようかなと思っております。まあ、今回ですね、お伝えした V ポイントの公式のページ、そしてデザイン変更の URL も下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 はい。ということで、ついにですね、まあ、今、ちょっとした話題でもある、あの、楽天モバイルの楽天ミニですね、これがついに僕の手元に届きました。いや、本当にね、もう、け、ちょっと前に頼んで、本当は6月の2日に到着予定だったんですけども、まさかのですね、本日動画をアップしてる、6月の6日土曜日に届きました。もう、指定した日率と指定した時間と全然違うところで届いたので、結構僕的にびっくりはしたんですけど、 もう、まあ、本当にね無事届いてよかったです、すでまだちょっとですね、実際のこう使用感であったりとか、まあそういったところ含めて、まあちょっとこれはまあまとめて動画にしようかなと思っております。けどやっぱこう思った印象とかもそうだったんですけども、改めてかなりちいちゃいなという風に感じはしました。 で、今後の僕なりの使い方であったりとか、今現在ね、本当に楽天も、楽天モバイルも、いろいろとまあ、キャンペーンをやってるとこではあるので、まあ、それも含めて、まあ、いつに何かちょっとわかんないんですけども、近いうちにはちょっと動画にしようかなと思っております。まあ、本当にね、まあ、今言えるのは、1年間だけ、まあ、この通信料無料ということで使える期間があるので、まあ、これに関しては本当にね、使い方によってはかなり、まあ、便利な使い方もできるんじゃないかなと思います。まあ、すでにこの楽天ミニに所有されてる方もいらっしゃるのかなと思いますので、まあ、実際に使って、 やってみてこういった感じですよとかがあればですね下のコメント欄に書いていただければなと思いますということでありがとうございました